こんばんは。ちょっと久しぶりになるんですけど、公演、ツイキャスをしようと思います。ちょっと私のことをお話ししますとですね、腰痛はそうですね、1ヶ月ぐらい、もうほとんど歩けない状況だったんですけど、4月のね、っていうか2月ぐらいから体調悪く、腰は悪かったんですけど、4月にガンと来て、全く動けなくなってですね。ちょっとお話しましたけど、それこそ何メートル、10メートルどころか、うちの家狭いんですけど、1、2メートル歩くのも歩けんぐらいのね、ちょっとひどい状況で、紹介しましたけど、かなり椎間板ヘルニア自体も、かなり脱出していてですね、ちょっと飛び出て触ってるところかも、下にぶら下がってるみたいな感じになってですね、もうこれは、ちょっと治らんのじゃないかと思ったんですけど、意外と人間よくしたもので、手術とかはせずにですね、そのまま様子見て1ヶ月してね、もう良くなって、5月の中旬ぐらいに、結構そうね、まだ歩けません、怖くて歩きませんけれども、歩けるようになって、6月やはり梅雨になるとですね、またちょっと悪いんですよね、今ね。で、昨日非常に晴れてたんですけれども、この小泉講演会のね、を誘っていただいてですね、木曜の午後という、平日の午後なので、とても行ける時間ではないと一瞬思ったんですけども、教えていただいたのもね、1週間ぐらい前なんですよ。でもまだね、ちょっと体調不良で、ちょっと自信ないのでお断りしますという話をしたんですけど、木曜の午後というと、実は休診の日でしてね。で、ちょっと本当は午後4時あったんですけど、それが急遽なくなったということで、鹿児島までとんぼ返りして、小泉講演会を聞きに行きました。で、九州新幹線がものすごく高くてですね、実は。で、熊本、鹿児島っていうのは全然割引がないものですから、片道がね、自由席で6470円する。はい、こんばんは。往復でね、1万3000円ぐらいするんですよ、鹿児島、熊本でね。それこそ、40分ぐらいなので、多分、東京と静岡ぐらいの距離だと思うんですけど、もう片道6400円取られてですね、で、鹿児島、博多、もうこれ倍以上あるわけですけど、それはね、なんと2週間前から予約すると6700円なんていう、ちょっと信じがたい 値段の付け方になって、てるんですけどね。でもそれがあったおかげでね、もともと熊本、鹿児島っていうのはかなり遠くて、特急でね、3時間ぐらいかかってたんですけど、今新幹線で、ノンストップのみずほかなんかだったので、ノンストップでね、40何分で着いて、12時2分の電車に乗ってね、12時40何分に着いて、そして、タクシーに乗っていくとね、1時ぐらいにはね、もう着いて、で、城山ホテルっていう、鹿児島市では一番いいホテルだったらしいんですけど、500名の会場というつもりが、もう途中の大井を取っ払って、多分ね、今映ってる線ぐらいまでが普通入るところなんでしょうけど、その下にも入れてね、200人プラスして、500人定員のとこをね、700人、いや、で、結局800人ぐらい来たと言われてましたね。で、主催されたね、途中この講演会の中でも、その熱心に言われてた鹿児島のね、一人の女性が、私も誘って、その方に誘っていただいたんですけれども、その方にお話を聞きますとですね、1000枚吸ったと、小泉講演会のね。で、さて、するかっていうつもりで、記念、プレス、記者会見かなんか、記者クラブかなんかでちょっと説明したら、新聞記事に載って、3日間で500が売り切れたっていうか、無料だったんですけども、参加費はね。3日間でね、全部ね、売り切れちゃったんです。もうね、すごいなぁと思って。で、3日間で500取るって言ったら、された方おられるかどうかちょっと分かりませんけども、3日間で500取るのはね、ちょっとね、俺はかなり大変なことだと思うんですよ。で、普通の電話でしょうからね。で、それをね、取ってたら、結局予約取れない人がね、
しびれを切らしてわざわざ来た人もいたと言われるぐらいの、もう3日で500、700ポンってなくなってね、すごいなと小泉人気ね。そしてねこれ、客層がね、まあもちろん若い人はね仕事で来れないですけど、結構年配の人からね、いろんな方が来られててね、よかったなと思うんでね。でここにね小泉さんがもうちょっと登壇されてですね、私この辺に座ってる前から2番目でね、よく見えるところだったんですけど、その前にね実は、この会を主催者の一人である、会社のね社長かなんか自然エネルギーの方が来られた。ちょっとやってみますよね。で小泉さんね登壇した時はねかなりね、大変お待たせいたしました、ここにね、ただいまより小泉純一郎先生の講演会、手話通訳2人でやってを開会させていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます川原でございます。よろしくお願いをいたします。それでは小泉純一郎先生が入場されます。いきなり入場されてね、盛大な拍手で1時間ぐらい前に座ってたんですよ。やっぱ姿勢いいんだよね、この辺やっぱ政治家だなと。だけどちょっとね背中曲がってね、なんか疲れとか。これね登壇されてね前にずっと座ってるっていうのはきついもん、ね、普通それではこの辺に座るんですけど、まず初めに皆様方に素敵な音楽をお聴きいただき、オカリナがあってですね、こうやってね、でオカリナは私初めて生で見たんですけど、 3つぐらい口があってね、それ音によって聞き換えてるんですよね。そうでね、このオカリナ5分だったのがはずが10分ぐらい話されてね、ちょっとそれいかんのじゃないのかなと思いながらね。でこの方がね、あの自然エネルギーって鹿児島でその辺のビジネスやられてる方で、私は原発は分からん、漁協がちょっと多かった、ね、まあこの方はねだってお金払ってるからね、いいと思うんです。でこのね吉原さん、城南信用金庫、多大な成果を残された方でいらっしゃいます。こうしたご縁もあり、また小泉純一郎先生が、実はねこの城南信用金庫の、まあ、受け売りなんですけど、創設者がね、明治時代の鹿児島県知事やった人らしくてね、少なからの縁があるらしくて、この人がまたね喋りがめちゃくちゃ早いんだよね。多分東京のエリート重鎮でございます。明治維新になりますと、その最後の、まあ、加納久志公がですね、まあ、こういう感じでねもうベラ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 喋ってね、でこれこの人あまりに早くて手話通訳ができませんでしたと言ってました。じゃあですね、ちょっと私もこの方ね、まあ、今回はご紹介しませんけども、15分足らずで結構の量の話を喋られててね、ちょっとまあ若干その輸入することで円安になるっていうのは若干そこはちょっと違うんじゃないかなと思いながら、まあでも非常によく勉強されてね、人の名前もポンポン出るしね、やっぱ切れもんだなと、切れすぎるんじゃないかと思うわけ思ったくらい切れもんだったしね、私から見ては。でね47分ぐらいで確か小泉さん、小泉さんの話はねまずねなんかあちこち話飛ぶんですけどね、鹿児島のことに、ね、やるんですね。吉原様ありがとうございました。いやでは皆様お待たせいたしました。これから小泉純一郎先生にご講演をお願いいたします。小泉先生は第87代第88代、第89代の内閣総理大臣として我が国の発展に多大なる功績を残された総理大臣でいらっしゃいます。現在は自然エネルギー推進会議の発起人代表として細川護熙元内閣総理大臣とともに
全国の自然エネルギー事業の推進に積極的に取り組んでおられます。多いでしょう。また小泉先生はお父様が鹿児島県のご出身であられますことから、私たち鹿児島県民にとりましてもとてもご縁の深い方でいらっしゃいます。本日は日本の歩むべき道の演題にてご講演をいただきます。それでは小泉先生、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました小泉純一郎でございます。本日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。実は私の親父は鹿児島市、今加世田市合併して名前が南薩摩市になってるんですか。あの親父は万世小学校ってありますよね、加世田に、あそこの出身なんですよ。で、私は子供の頃よく親父がふるさとの鹿児島からつけ揚げとかね、あくまき送ってもらって大好きですよ。で、関東ではね、さつま揚げって言ってますけど、地元の人はつけ揚げって言うでしょ。そうですよね。そうそう、ね、みんなさつま揚げ、つけ揚げって、親父はつけ揚げだって。で、関東じゃさつま揚げって言ってるんですよ。まあ、なるほど、地元の言葉、鹿児島のさつま弁というのは難しいですからね、外国語だと思いましたよ。親父が電話で鹿児島の人と話してるんですよ。親父すごい外国語喋れるんだなと思った。全然通じないで喋ってるんですよ。だから鹿児島っていうのはいろいろ名産があってね、さつまいももそうですよね。子供の頃なんかしょっちゅう焼き芋もふかした芋もさつまいもよく食べてましたよ。だから私の両腕ぐらいはさつまいもぐらいでできてんじゃないかぐらいよく お芋を食べてね、好きでしたよ。そういう薩摩鹿児島に対して特別の愛着といいますか、ふるさとみたいな気持ち今もしていましてね、夏の高校野球なんかありますといつも鹿児島出身の高校を応援してるんですよ、神奈川にいながらね。その鹿児島で熱心に脱原発運動をされているという、先ほどお話出ましたけどね、幼稚園経営されている藤田さんという女性が、小泉さんぜひとも鹿児島に来てほしいっていう運動をしていたっていうのは最近知ったんです。もう3年前からしてるって言ってたんですけどね、吉原さんが今話、鹿児島でねこういう藤田さんという女性が熱心に運動してるんですよ、一度行ってあげてくださいよっていう話聞いて、あ、そうだなと。まあしかし鹿児島は宮殿が原発熱心に再稼働しているのに私が行くと嫌がんじゃないのかって言ったんですけど、まあ、そんなことはいいですって言うから、まあ日頃私が考えていることを親父のふるさとでありふるさとを大事にしている皆さんが真剣に自分たちの環境問題、生活の問題のを考えておられるというので、それでは私が日頃考えていることをお話しして何か皆様の参考にしていただければなと思って今日はやってまいりました。こんなに大勢おいでいただきまして誠にありがとうございます。私は今原発ゼロ運動を展開しているんですが、推進論者の人からはね、小泉総理やってた時推進していたじゃないかと、やめたらね今度はゼロなんていうのは無責任だと批判されてるんですよ。しかしね、私はもう科学技術疎いもんですから、原子力技術にもあまり知らないから専門家信用してたんです。専門家の人に聞くとね、まあ日本は資源がありません、もう 99% を外国から輸入してるんです。 CO2 これもこれから温暖化の問題で大変です。原発は
安全で、コストは一番安くて、クリーンエネルギーです。これからの日本の経済発展にとってはもうなくてはならない電源なんですという話をね、信じてたんですね。騙されたって言えばね、そうなんでしょうけども、騙された方が悪いですよね。まあそれでね、ちょっとすいません、高画質に切り替えますね。4年前の3月11日の